はい、みんちゃん。ゲームイズ、トミピロです。はい、皆さん、こんにちは、シロです。というわけで、はい、今日やっと、ハンターの人がね、ログインで、これ2枚目もらいまして、証もね、4枚あるんで、まあ、計6枚か。あるんで、もう一気にちょっと今回動画でつけようかなと思います。はい、まあ、一応まあ候補も今回上げてきたんで、まずそちらからいきましょうかね。はい、まずこちら。そうですね、うん、まあクラピカちょっとつけたいかなと。今回のやっぱハンターハンタークラブの中でもだいぶ目玉なんで、うん、もう一個賞つけて、うん、強くしたいなと。間違いない。でメレームももう一体、はい、自分基本で前つけたからつけてるんだけど、まあなんかもう一体つけて、うん、もういいかなっていうのがね心の中にあって今回候補に挙げております。でネテロここもやっぱりねつけたい、単純につけたいなと思って、うん、今後使うかどうかは置いといて。ハンターはもう好きでめっちゃ全部つけるっていう人も結構いましたからね。そう6枚あったらまあ1枚ぐらいいいかなみたいな、そうなるよね、うん、しかもハンターの賞ですからね。ハンターの賞だからそう、そこにしかつけないから。ハンターの賞やっぱね、うん、ハンターのコラボに間違いない使いたいっていうのは、てか使えないからねそれ以外。はい、まあ、ゴーン。あ、間違いない。まあ、ゴーンは結構硬いと思う、うん、なんか自分もゴーンは前つけなかったんですけど、うん、今回は全然1体はつけていいかなって思ってる、うんうん、でちゃんと厳選したい、ゴーンはね。で同じ理由でまあキルアかな。キルアもやっぱり重力ついて使えるようには全然なってるから、うん、もう3種もう攻撃力に超特化したの1体作りたいなと思って。っ、ね、夢っすよね。夢、そう、輝き上げる。でもう1体茨城同時アルファ、うん、もう1体ももう結構2体入れて使うことが多いから1体ももうね、さらに同時アルファを盛るために、うん、作ってもいいかなと思って今回ね、候補に挙げております。で最後、はい、カエサル。カエサルね、ちょっとこっちの進化の長距離アの方につけて、まあ、過激今ついてるけど遊撃つけたいと思ってるんですよ。だから、もうちょいね強くしたいなと思って。確かにスライドしても強いですもんね。そう、ちょっと好きだ、うん、割と好きだから、うん、今回候補に挙げて。最後ナックルね、まあ、ナックルも完全にこれもなんかキャラありますけど結構 SS がやっぱ変わってるから、うん、今後なんかね面白い使い方結構できそうだなっていうところでなんかもう一個ね明かしつけててもいいかなっていうので今回候補入っております。だから8体か、8体ですね今回候補は。でもそれでも6体つけれんのか、やべえな。ジンいないけど大丈夫ですか。あ、ジンジン大丈夫ですか。ジンやっぱつけた方がいいのかな。やっぱジンはキャラ的にジンはね、そうだよね、ジン、うん、ジン一応じゃあジンこっち入れとっ一応って言ってるもん、まあ、カイトジン、そうですね、うん、こっからジンジンからこっからジン強くしてもな、ね、これでジンいったらすっくそ笑いますね。ジン、うん、でもジンもなんか単純につけたさあるけどね、まあなんかハンターハンター1体つけちゃうと風がなんか止まんなくなって止まんなくなりそうだから全部つけちゃいそうな感じするそれはありそう、うん、今これライセンス持ってるからな、うん、冷静に見ると強いですからね、うんうん、つけといてもなんかね、うん、後々ラッキーはあるかもしれないしなんかラッキーが厳選欲がねあでもそれはそうそうね上がんなそうなんですよね。それはある、うん、じゃあ最初いいですかね、ハンターの人からもうこれ、はい、いっちゃおうか。はい、まず、うん、水一体もいなかったと思うんですよ。同時か、同時同時じゃない、てか同時じゃない、ね、つけれない、ね、火もない、人生なら。で主要だってここだったもんね、うん、ここいやここではね、間違いなくこれの通りかなんだけど、あ、てかそうですよね、2枚ともつけるんですか。2枚ともつける、そしたらどっちけるバトルかけると大きいですよね。闇ない、闇が、あー、キルア。じゃあもうこれ、うん、まあもうね、もうちょっとじゃ あれですよ、ね、最初にとりあえずじゃあ、うん、ゴーンいっちゃいます。まあ間違いないですね、うん、いやこれはちょっとね、自分もなんか結構なんかゴーンみんなやっぱつけてるから、うん、逆になんかちょっとゴーンは自分はいいかなって思った時期あったけど、あんまみんなつけてるやつつけないイメージある。そうこればっかりはすいません、うん、波に乗らせてください。ハンターハンターだし、ね、うん、ハンターハンターだし、ね、これはつけざるを得なかったな、うん、間違いないでしょ、あいったけのゴーンは。そしてまあ、これもうこれどっちにつけるか迷うな。 あそうですよね、俺結構光かなと思ったんですけど、うん、光こう、うん、会長はやっぱりね、単純になんか3つついといて欲しいと思ったから、
最強感これで出したいなって。受けが多いですよね、うん、会長はね。遊撃も取れるし。いやそうだよね、うん、そう会そうね、貝殻捨てぶっ壊れてんな。そして、はい、連撃帰ってきました。帰っていや帰ってくる必要ないでしょもうこれ。光はないか、光がないでしょ。周りもないでしょ絶対。これ木でしょ、木2個行くでしょ。まあ木は1体は行く、うん、クラちゃんね、クラピカは行く、間違いないですよね。うん、いや今回のあとね、迷ったのは艦隊でつけてもよかったなってちょっと迷ってたんですよ。もうその同じキャラにゴンだったらゴンみたいな感じか。ゴンゴン行って、クラピカだったらクラ行って、ネテロだったらネテネテ行ってとは思ってたんですけど、今のところもう分けちゃってるんでね、うん、だって同キャラ厳選やっぱ結構ぐだるんですよね、うん、1体しか使わない時とかにそいつ選ぶから。結局フレンドさんのも結構使うことが多いから、ね、自分ので1体出すってことが割と多かったりしてるから、うん、今回とりあえずクライピカはね、まつけて、うん、はい。え、ナックル行かないですか？あ、ナックル。あ、俺ナックルだと思ってた。じゃあ先ちょっとじゃあ、うん、行っていい？どれ？先ちょっと茨城つける。茨城つけるんですか？茨城？茨城つける。茨城は意外だった。茨城もハンターハンターと思ってた。俺全部ハンターハンター行くと思ってた。いや、なんかね、うん、茨城もう、ね、超強化したいと思って、とにかく茨城を。はい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 。そう、まあ、枠で1本使えて、ね、そうこっちのコピーでね、うん、こいつの採用率エグいですからね。それほんとそれないよ。あと2枚もあんの。そう売っちゃうんだ。もうなんかつけなきゃいけないみたいになってるじゃないだったらつけようかな、うん、ちょっと待って、だったらつけよう。キルは忘れてないですか？キルはキルは大丈夫ですか？キルは、うん、ナックルはまあいくかなって言われましたけど、あと1枚あるよ。キルは一応候補が上がったのが、キルはメルエム、ね、メルエムも1枚つけてますもんね。メルエムつけてる、うん、メルエムの2枚目はもう意味がないからねマジでなんなら確かにな、うん、キルはね正直ちょっと迷ってるんですよ。いやね、わかるっすね。さっき今そのね、コント攻撃に特化させて一体はそういうね、なんでもらう、そんな何でもらうよ、一体進化してんの一体は、うん、いやでもね、悩むとこは分かりますけどね。これね、だからちょっとね、懐疑的なんですよね。それが過激用2個は盛りたいなって思ってて、うん、同撃と同速化、同盟盛りたいなって思ってて、うん、もう一個ちょっと遊撃欲しいなってので3枠目ありかなと思ってたんですよね、うん、そうね、うん、いやキルは結構迷ってるけど、うん、だったらあと1人、なんか同じようにつけたいなって言われてた。あー、ゴン2体目とかね、ゴンか、ソネテロか、クラピカか、うん、今回あ、そっか。あれピンキって報酬ないんでしたっけ、ショー。あるある。ピンキまだ自分も登ってないから。じゃあ、あと1取れるとして。そう、1取れると考えて。いや、これやっぱ同盟キャラありだな。あと1体全然。特にゴンとかは、クラピカもありですもんね。うん、なんなら。うん。うん。ゴンクラだったらクラな気がしますけどね。まあでもゴンでもいいか。でしかもゴン3体持ってますよね。ゴン3体持ってる。え、ね、待って、こんテンペスト見て誰ってなったんだけどお前誰ってなったんだけど、びっくりした今すげえわかる。えっていつも思うよ、ハイフカットだったよ最近。そう、あとアンチネーズもちょっと思うからね、うん、進化前アンチネーズもなんだみたいな、変態仮面みたいな。そうそうそう、マジで妄想のキャラ感ないなと思って、うん、ここ難しいね。でもこれまあどこ行っても結局いいっちゃいい、でも変わんない気がする。なんかゴンネテロクラピカ行っても、うん、2体目つけてもなんかここはね、そうどれも複数使うしね、そう使うからってなるし。いやまあだったら行きます、クラピカ。間違いないと思う、ここはもうクラピカ行きます、うん、ここは複数ならクラ、うん、クラピカが一番違う使い方しそうなんでね、うん、遊撃重視か過激重視かで変わってきそうなんで、うん、そこ分けれるのすごいいいっすよね。遊撃もつけたいもん、なんだかんだね、うん、入場重視だして。遊撃はね、だから1体目とかに俺赤つけたやつに遊撃ついちゃって悩んでんすよ、うんうん、確かに遊撃も悩むところだから。そう、遊撃もね、結局腐るとき腐りやすいじゃないですか、高難易度ね、まあ、行くとね、片っぽ加速だからね、うん、恩恵自体はまあランページしかないから。特に蓬莱とかになってくるとね、分かりやすいっすよね、うん、過激がやっぱ極端に欲しいクエストだったりするから。でも行っちゃおう、間違いない。レベッショはマジもったいぶるもんじゃないからね。もうガンガン行った、これガンガン行った方がいいですよね、うん、7枚あるから、うん、あと1枚誰に使うか問題があるけど、もうどんどんレベル解放していきます。
いいな、このレベションをガンガン使う感じ。レベション気づいたらめっちゃあるってありません？うん、毎週もらえてるし、ね、もらえてると。宣教書もね、もらえたらもらえたでね、結構つけるやついないんですよね。宣教書は、ま、本当に迷っちゃう、迷っちゃう、ね、迷っちゃう気持ちがある。大して貴重でもなさそうだし、もうこっちだよね。 OK、 こっち一回つけて。いやもうでもレベル書とかはもう複数使っていい気がするから、ね、いやもうレベル書は好きなのに、うん、使い方ない使い方ないっすか、使い方ないいいね。レベル書はもうほんと使い方ないよ、これ配りすぎでしょ、早いよ。配りすぎマジで、もう20超えたからね、多分ナックルないんだよね、ナックル重心化してないから、これちょっと。あ、そう、ナックルつけないね、ナックルつけないから。あのレベル書をして、あと4枚、3枚か。フラフラつけてゴンつけたネテロだ。ネテロだ。ネテロいった。さあ、重心。あと2枚もあんの。誰につける？誰につけようかな。フラフラ2枚つけてよ。1枚か。フラフラつけるか。あれ、フラフラ2いかなかった？あ、2いったか。いったよね。うん、だからもう1枚、そうか、レベション迷うな。あと1枚、あと1枚、あと2枚、あと2枚。ジン、ジン、いってきます。これあと1枚、ジンいってきます。結構迷うな。ローレライ、あ、ローレライね、ありだよね。でもあり、ありじゃあ、ね、ありだと思う、うん、ハンターでいくとクラピカ、ジン、ファンタ。でもそうね、書いた自分そんな、そう、意外にそんなだったから今回候補にもちょっと入れなかったけど、うん、あ、メルエムか。あれ、これ過去メルエム、過去メルエム行こうかな、うん、確かに。あ、それありだ、そうだ、うん、これありですね、それありだ。後で気づいて、あ、こいつってなるやつですね、うん、確かに完全焦った、過去メルエムありだ。過去メルエムって、まあ今のメルエムですけどね、うん、前に作ったメルエムってますね。あと、いや、これゴンとかもね、うん、まあ、一体それか。あ、これ迷うな、あと一体決まってなかったな、な、完全ナックルだと思ってたからそうだ、ナックルつけないから、まあ、つけないってありますけどね、つけなくていいね、うん、これはね、うんうん、とりあえず待っといた方がいい気がする。すげえつけたらしい、うん、一気につけましたね、一気につけた。あ、カエサル忘れてた自分、あ、え、カエサルつけるつもりだったんですか。カエサルを完全にあの時は、あ、なんでなく、カエサル完全忘れてたあ、てか、カエサルつけるつもりだったんですか。そう、マジ。いや、あの、ドージャルファと組み合わせるやつ結構どれもつけようかなと思ってて、あー、忘れた。あ、まあいいや、これはもう近畿の、あー、初手、うん、完全忘れた。もうキルアしかいないと思ってた闇は確かに、そう言われてみれば、カエサル出てこなかったけど、そうだ、うん、ハンターハンター引っ張られすぎて引っ張られすぎて、まあ書もすぐ手に入りますからね、うん、今、まあこんな感じでつけましたんでね、まあレベルも上げてちょっと、うん、まあ今ネテロで厳選やってますけども、いや、これはちょっともうダイヤもなくなるな、これ全部やると。今日からですよね、まあ、2個来てるよ ね、うん、来ましたね。これちょっとちょうど確かに厳選しがいあるわ、うん、しかもなんだかんだモンソンの日もすぐだし、うん、かぶるよね、確かに。かぶる、今回30かぶんないかな、ギリギリなんだから。まあもう今自力で2倍イベント焦るから、うん、確かにその辺は全然自分も使ってないから、ちょっとね、まあ最近僕らもライブ多いと思うんで、そうですね、それでみんなと一緒に神殿ガンガンやっていきたいですね、うん、一気にこの辺は終わらせちゃいたいかなと思います、はい、皆さんもぜひあれつけました、これつけましたとかね、ありましたらぜひよろしくお願いします。いや、でも本当レベル書むっちゃ余ってますわっていう人はちゃんと僕よろしくお願いします。では今回もゲーム大賞5からおきました、ナルピョでした。チューでした。お会いしたいです。ありがとうございました。